星雄一は日本のバーテンダー。銀座で最も成功を収めたバーテンダーとも称される。オーナーバーテンダーを務めるバー安氏は銀座のオーセンティックなバーの代表格とも称されている。1957年7月、福島県藍津若松市に生まれる。高校卒業後、宇都宮市の臨床検査技師の学校へ入学するが、同市内のパブ、 パイプの煙で飲んだカクテルに魅了され、在学中からアルバイトをするようになる。学校を卒業後、両親の期待に沿う形で、臨床検査技師の職に就くが、結局は、バーテンダーの道を歩むことになった。東京都銀座のバー東京、リトルスミスなどで、チーフバーテンダーを歴任する。2004年7月7日にオーナーバーテンダーとして、バース氏を開店する。二千十一年に、 テレビ朝日系列で放映されたテレビドラマバーテンダーではバーテンダー監修の一人に名を連ねている。2018年より銀座社交料委員協会会長、全国社交委員職業、衛生同業組合連合会理事に就任。2018年時点ではバー保守と合わせて6軒のバーを銀座で経営している。娘、息子も西麻布でバーを開店している。 ありがとうございます。